ボートレース唐津でお送りしています。唐津ミニット開設20周年記念4日目の攻防、これよりの参考カードは準優勝戦を行います。まずは1つ目第10レース対戦メンバーです。1号艇福岡の町取勇気、2号艇兵庫の橋本俊光、3号艇香川の中田源太、4号艇兵庫の藤岡俊介、5号艇大阪の高畑式、6号艇長崎の滝川真由子、以上の6選手による対戦です。1、2、3、4、5、6枠なりでの待機行動が進んでいます。1コースに向かうのは1号艇町取勇気、予選は3勝オール3連帯でこの好枠つかみました。今年初優出かけて町取の陰線です。2コース船券絡みの構想続く2号艇橋本俊光です。そして中枠両者は初日ドリーム戦い当時優勝歴ある2人、3コースに3号艇中田源太、後方に引っ張った角4コースに4号艇藤岡俊介です。そして5コース唐津初優出にチャレンジです。5号艇高畑式、最アウト前半の女子戦インニゲ勝利を挙げています。6号艇滝川真由子、体型は3対3です。インコースから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました第10レース、インから1号艇町取りスタート決めています。1周1マークの攻防戦、逃げる1号艇の町取り、2号艇の橋本が差していく間はローと3号艇の中田、バックストレッチは1号艇町取りのうち迫る2号艇の橋本、そのすぐ後ろから3号艇中田、スタートは前提正常でした。1号艇町取りの内側入りました。2号艇の橋本、一周の2マークは2号艇橋本が先行、5番待って刺す格好となった1号艇町取りは遅れた。先頭は2号艇橋本俊光一歩前、アウトから追走は3号艇中田源太です。その後ろ3番手は1番と5番の競り合い、レースは2周1マーク、まずはトップ争い、2号艇橋本が先行する、続いて3号艇の中田、バック側先頭は2号艇橋本がリードを取りました。3号艇中田が2番手、3番手は1号艇町取り対5号艇高畑、1番5番の競り合い続行中、後続は4号艇藤岡、6号艇滝川です。2マークトップで2号艇橋本、続いて3号艇の中田、その後ろ1号艇町取り回って3番手をリードしました。上位の3艇は2番3番1番です。レースは最終周回に入りました。先頭は2号艇橋本俊光です。最後のバックへとトップで抜けます。2番手は3号艇中田源太、3番手1号艇町取勇気、上位の3艇は2番3番1番ですが、その後ろからじわり定冠詰めてくるのは4号艇藤岡、さらには5号艇の高畑、ラストターンマークの旋回です。優出見えました。2号艇橋本がトップで折り返す、3号艇中田が2番手、そして3番手1号艇町取が回って3番手の位置をキープです。まもなくゴール、先頭2番五輪、3番五輪、1番4番5番五輪、6番五輪です。先ほどの10レースは1号艇が敗れる波乱となりましたが、準優勝戦2つ目のカードはどんな展開となるでしょうか。第11レース対戦メンバーです。1号艇佐賀の常住蓮、2号艇東京の門間雄太、3号艇福岡の城渦克也、4号艇広島の豊田康弘、5号艇香川の村越敦史、6号艇静岡の河合萌え、以上の6選手による対戦です。コース争いはなく枠なりでの待機行動です。ゆっくりと1コースを伺うのが1号艇常住蓮です。船足上々、地元から譲れない戦いです。スタート集中していきます。常住の陰線、2コースデビュー初優出がかかります。
2号艇門前優太です。3コース前走地蒲郡からの連続ファイナル狙って3号艇シローズ勝也、後方に引っ張ります。角4コースに4号艇豊田康弘です。デビュー2度目、約11年ぶりの優勝なるか。5コース前走イン逃げ勝利でここを迎えました。5号艇村越敦史、大外6コース初めましての唐津で予選突破です。6号艇河合萌え、体型は3対3です。準優勝戦第11レースインから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。第11レース、前提それほど差のないスタートです。勝負どころの1周1マーク、インから逃げる1号艇常住、続いて2号艇の門馬が差していく。3番4番5番6番とバックストレッチへと抜けました。先頭は1号艇の常住が逃げています。スタートは前提正常でした。1号艇常住が先頭、2番手は4号艇のトヨタ一歩前、追いかける2番3番さらには6番、2枠トップで1号艇の常住、続いて4号艇のトヨタの外を握って全速戦2号艇の門馬、2番手は4号艇トヨタがキープ、まだ僅差で追走2号艇門馬です。レースは2周目に入っています。先頭は1人抜けています。1号艇常住蓮です。1マークをトップで旋回、そして2番手4号艇トヨタに対し握る2号艇の門馬、2番手は4号艇トヨタが守ってリードを広げました。2号艇門馬が3番手、上位の3艇1番4番2番です。後続は3号艇シローズ、6号艇河合、5号艇村越、2周の2マーク、トップは1号艇常住、続いて4号艇のトヨタ、2号艇の門馬が3番手で折り返してきました。先頭から1番4番2番の体型、レースは最終周回に入りました。先頭は1号艇常住蓮です。インからバチッと押し切りました。1マークをトップで旋回、2番手4号艇豊田康弘、3番手が2号艇門馬優太です。上位の3艇は1番4番2番です。1、4、2、3連単のオッズは 43.5 倍を指しています。ラストターンマークです。輸出権かかる先頭2番手は1号艇常住と4号艇の豊田、そして3番手が2号艇門馬優太。第11レースまもなくゴールです。まずは先頭1番ゴーリン、4番ゴーリン、2番ゴーリン、3番ゴーリン、6番ゴーリン、5番ゴーリンです。ボートレース唐津の唐津ミニット開設20周年記念シリーズ4日目の攻防、最後の一戦です。準優勝戦3つ目のカード、第12レース対戦メンバーです。1号艇静岡の石田昭弘、2号艇東京の三浦啓太、3号艇埼玉の石塚久也、4号艇香川の中岡健人、5号艇愛知の大谷直弘、6号艇東京の山本英史です。1、2、3、4、5、6枠なりでの待機行動がゆっくりと進んでいきます。1コースには1号艇石田昭弘、今節のドリーム覇者にしてシリーズリーダー、ここ勝てば明日のファイナル1号艇です。石田のインセン、隣2コース優勝への切符掴んで自らの誕生日を祝うか、2号艇三浦啓太です。3コースただいま3連勝中、この勢いでファイナルまで駆け上がるか、3号艇石塚久也、4号艇中岡健人、唐津初の6強入りかけての戦い。4コース角市、5コース伸び足良好です。5号艇大谷直弘、そして大外から勝負、6号艇山本英史です。体型は3対3に分かれています。進入コースインコースから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。第12レース、
2号艇3号艇がわずかに除いたスタート。1周1マークの攻防戦、それでもイン先前は1号艇の石田です。まくり刺してくる3号艇の石塚、続いて2番5番4番とバック側、先頭はまくり刺した3号艇石塚久也です。その後ろ1号艇石田が追走。スタートは前提正常でした。2マーク3号艇の石塚がトップで行く、内狙ってくる1号艇の石田、先頭は3号艇石塚久也がキープしています。僅差で追走、1号艇石田明宏、その後ろ3番手は4号艇中岡健人となっています。レースは2周1マークの旋回、3号艇石塚が回る、内側狙ってくる1号艇の石田、先頭はこらえる3号艇の石塚、内側さあ、ね、上がっていきます。1号艇の石田明宏が迫ってきた。3号艇石塚の内側届くか、1号艇の石田。レースは2周2マークの旋回です。1号艇の石田が先に回った、刺す3号艇の石塚、ここでトップ逆転となりました。1号艇石田明宏が前に出ています。3号艇石塚久也は2番手に交代、3番手は4号艇中岡です。その後ろは2号艇三浦、5号艇太田に並んで、最後方に6号艇山本、最終1マーク1号艇石田明宏トップです。2番手が3号艇石塚久也、3番手4号艇中岡健人、上位の3艇は1番3番4番です。1、3、4、3連単のオッズは12倍ちょうどを指しています。ラストターンマーク、明日のファイナルポールポジション見えました。1号艇石田明宏逆転のトップです。2番手は3号艇の石塚久也、そして3番手は4号艇中岡健人、まもなくゴールです。先頭1番ゴーリン、3番ゴーリン、4番ゴーリン、2番5番ゴーリン、6番ゴーリンです。